はい、ゆっきーでーす。今回、食べていきますのが、なんと、アマゾンで、かなりね、レビューの件数が多い、こちら、無洗米の、コシヒカリの会津さんです。5キロで、だいたい2600円ぐらいでした。はい。ね、さすがにね、新潟にいた時はいつもコシヒカリ食べてましたけど、もうあれからコシヒカリはね、一切食べてない。マジで。うん。一切食べてないですね。何年食ってねえかな。まあ、10年ぐらい食ってないでしょうね。わかんない。うん。5、6年は食ってないですね。間違いなく。うん。こちらがですね、現在、原料玄米が、産地が、福島県会津コシヒカリとなってます。で、販売者が、全農パールライス、株式会社。これ結構有名な会社ですね。会津産コシヒカリについて、会津の高地、越後の山々に抱かれ、寒暖差が大きく、只見川、阿賀野川の豊富な水の恵みで育まれたお米です。で、こちら。30年度。3です。で、精米年月日が19年の4月の16日。つまり、まあ、今から約1年前。ん?ちょっと待って。19年?あ、違う。30年度さんって書いてあるから、あ、これ違うな。つい最近これ、精米されたやつでしょ。だって2019年だよね。でも30年度産ってことは、まあ、まあ1年前の米だったんだけど、精米されたのは、今年の、4月の16日。今から10日ぐらい前です。なんか基本的に米ってなんか、精米された時期がその、されたばっかりだとやっぱうまいみたいなのがね、あるんで。よいしょ。そして、炊いていく、のはこちらです。はい。一升炊きの、象印の、豪熱沸騰 IH。という、ものですね。パカッと。一升炊きなんですよ。で、ここに無洗米っていうコースがあって、それにプラス、熟成炊きっていうのがあるんですよ。熟成炊きね。うん。まあ、それを、選択して、いきたいと思います。よし。ふっと。まあ値段2600円ですからね。俺今まで食ってたのが1600円ぐらいでしたから、精鋭も高いものになってます。よいしょ。使用するのはこちら無洗米用の、170ml の計量カップです。
回。2回。3回。4回。5回。これいつもね、数えてるときね、何回だか忘れるんですよね。これで6回。7回。8回。9回。10回と。よし、それでは、炊き上がりまで、だいたい1時間10分かかります。それまで、一旦飛ばします。はい、ご飯炊けました。でですね、このようにですね、僕はいつも、一升炊いて、で、小分けにして、冷凍庫に入れて保存してます。うん。で、食べるときには、レンジで5分チンすると、すぐ食べられるという。まあ、一人暮らしの、そうですね、自炊してる人にはかなりおすすめです。ですので、炊飯器は絶対、一人暮らしです。自炊する人は、一升だけを買った方がいいです。うん。で、大体ですね、これで、10分割。10から11ぐらい。10、11ぐらいの、ね、個数ができるんで、これが。これがだいたい11個か 10個ぐらい。まあ、できる。ことで。はい。まあ、だいたい、俺結構食うんで、1合ぐらいは普通に食べるんですよ。うん。よしよし。ほんじゃほんじゃ。まだ粗熱を取らないといけないですけどね。これね。よしと。よし。待ちに待った。時間がやってまいりました。あれ？あ、これか。あれ違う。ちょっと待って。あれ軽いやつは？あ、これか。ちょっと端数が出たんですよ。いつもだいたい10分割にするんですけど、端数が出て11個になったんで、残りこんぐらいしかね、なかったっすけど。よし。そんじゃ。福島さんの合図、コシヒカリいただきまーす。こちら昨日作った味噌汁。はい。
粒がはっきりしてる。うん。粒が、はっきりしてるんですよ。なんか、一粒一粒が。なんていうかな、簡単に言うとちょっと硬い。うん。規定量の水入れたんですけど、硬いですね、若干。で、俺結構柔らかいのが好きなんで、ご飯。で、味自体は、ぶっちゃけ1500円とか1600円で売ってるあの無洗米と、個人的には、まあ、全く、自分で言うのも恥ずかしいんですけど、なんか自分がもう味覚音痴であることをこう、公表するようなレベルなんですけど、対して、対してというか、変わんないですね。うん。でも粒がはっきりしてるのはわかるんだけど。わからん。うん。あ、味噌汁うめ。やっぱあれなんかね、無洗米だからなんかあんまり美味しくないとか、そういうあれかな。やっぱ普通の白米。無洗米じゃない方。の方が、いいのかな？まあ、無洗米の方が若干高いですからね。大体。でもやっぱりあれだな。粒がはっきりしてるのはわかんないけど。一粒一粒がやっぱ、なんかな。一粒一粒の食感がなんかこう、感じられる。うん。だから、俺結構柔らかいの、柔らかいご飯好きなんで、パサパサのやつとか、うん。これは、どちらかちょっとパサパサの方。うん。だから、柔らかいご飯が好きな人は、にはいいと思う。いや、は、ダメだと思う。うん。うん。で、硬いのが好きな人は、美味しいと思います。うん。ただ、俺は、全くもって。だから、粒が、はっきり分かるのは分かるんだけど、だからそれがうまいかって言われると、いやー、ってなる。で、普通の、1500円の、無洗米のやつと、まあ、1000円違うわけですよ。それでこれを買う価値があるか？ないですね。うん。これあくまで俺の、あれですけど。ないです。うん。今度はあれだな。白米。無洗米じゃないやつ。で、無洗米じゃないやつで、まあ、会津のコシヒカリ、もしくは、新潟県のコシヒカリ。を、買
買いたいと思います。うん。うん。確かに粒ははっきりしてんだけど、ぶっちゃけ言ったら固めで、作ったらね、こうなるみたいな感じだと思うんだよな。ちょっと残念ですね。うん。まあ、アマゾンでの評価はめちゃくちゃいいんですけど、ああいうのは結局、100人が100人全員ね、うまいって言うかって話ですけど、多分言わないんですよ。それと同じだね。だから、圧倒的に過半数で、クソゲーって言われてても、俺からすれば神ゲーだったり、ね、太陽の尻尾とか。まあ、そういうのと、似てますね。ドラクエ7とかさ。FF8 とかさ。まあ、個人的にはこう1000円、プラス1000円して2600円。で、買う価値は、個人的にないと思います。米の味自体は、全然わからないです。味が。違い。1600円のやつと、違いが。ということで、こちら。アイズさんの、無洗米、コシヒカリ5キロ。一つ星。ご視聴ありがとうございました。